合唱愛好家で作る長野市民合唱団が創立50周年を迎え、ホールに歌声を響かせました。50回目の定期演奏会で、この日のために作られた譲り葉を披露した長野市民合唱団コールアカデミー。1974年に発足し、今年で創立50周年です。創立から50年間在籍しているメンバーもいます。クリスマスに合わせた合唱とオーケストラも演奏され、会場に訪れた観客は伸びやかなハーモニーに聞き入っていました。